ソフトウェア変えちゃうとどっちかが悪くなるわけですよね。燃費が悪くなるか、排ガス規制に適応しない排出になっちゃうのかと。だから私はですね、機械的な対処がどうしても必要なんだろうなというふうに思っていて、でそしたら少なくとも400万台近くはね、エンジンそのものの構造を変えなきゃいけないみたいな話になって。